このポーの引き裂かれた石、アイスピックでかき回されたような目玉、月を二つ折りにしたような野心、数えるだけでも考察のようなその手口。ねえピッコロポー、あんたのやってることは嘘ばかりだ。あんたただ死んだメキシコ人たちの手首を乾かして売ってるだけだ。どうしてあんたにそんなことが言えるんだ。デンバーの街は頭のてっぺんから足の先まで親切だって、そりゃあんたが行けば学生だってトップレスバーの女だって金を出すさ。でもそれはあんたが生かしているからでも、あんたの体が不自由だからでもないのさ。ピッコロポー、あんたのやってることは嘘ばかりだ。あんたただ死んだメキシコ人たちの手首を乾かして売ってるだけだ。あんたのことを田舎者だって言っているよ。グレーハウンドバスがあんたを引き殺したがっているよ。誰もがあんたに貸しがあるって言っているよ。もう逃げても無駄だって夜が言っているよ。ねえピッコロポー、あんたのやってることは嘘ばかりだ。あんたただ死んだメキシコ人たちの手首を乾かす。もうあんたとは関係ないのさ。飛行機だってもうあんたを乗せないって言っているよ。ブルックリン生まれの生かした若親分も今じゃ女たちの足を洗う汚いもの。バケツさん、ねえピッコロポー、あんたのやっていることは嘘ばかりだ。あんたはただ死んだメキシコ人たちの手首を乾かして売ってるだけだ。今に街中のスチームが怒り出す日が来るよ。今にあんたがいじめた安レストランで手足バラバラにされ並べられる日が来るよ。今夜いくつもの窓が開かないそうにあんたの首を絞めるよ。あんたはただベッドの上で濡れたピストルを手でこうしているだけさ。趣味にはほとほとうんざりさせられたよ。あんたが待ってるって言ったアメリカのホテル52番街にはあのよスペイン人のこじきが一人いたんだっけさ。ねえピッコロポー、アメリカは生きるための職人さ。あんた一人に黙っちゃいられないのさ。職人さ、あんた一人にかまっ
ピアノはチャールズ清水、それから、このたった一曲のために朝からずっと待っててくれた塩にもう一回拍手。今日は本当に嬉しかったです。ありがとう。サンキュー塩。